タバがな、今なんか桜、そうですピンク、パッケージも桜で、なんか気持ち早いよな、桜の気持ち、また2月やのに、うん、ね、何なんそれは。桜咲いたラテです。桜咲いてんのそんな感じそんな単純なことある。どんなもんなんそれ、ピンクなの気にして。うわ、かわいいかも。あーほんまや、写真で出しといてどんな味なん、甘い、ちょっと飲んでみての。え、これは何、桜フラペチーノ。桜フラペチーノ、これは俺もな、ちょっと買ってきてもらってんけど、これはソイラネ、ソイラテチーノごめん、はい、ソイなんてラテチーノ、全然桜関係ないやん。これがホットコーヒー。え、だからホットコーヒーチーノとか言うの。違うの、ホットコーヒーチーノちゃう、普通のホットコーヒーやん、何のチーノもなく。うちはだってチーノつけてんねんね、ソイラテチーノ。あ、そういうこと、ほんまなんかと思ったわ。ほんまソイラテ、うん、ソイラテチーノってやつなんかどこからへんやん、なんかスタバなんか変な名前のいっぱいあるからありそう。じゃあみんな飲んでみましょう。はい、いただきます。真ん中からどう、甘いの。甘、ほんのり甘い。普通のラテと何が違うの。桜の香りが、桜の味が、ほんまにすんの、ほんまにする、本当にする。桜って味知らんやん、だって食べたことあるの桜。桜餅、桜餅ってただ甘いだけじゃないの。桜の葉が塩漬けになってる、葉っぱで巻いてあるの。あ、そんな感じなんや。え、これはこれも全く同じです。それのフラペチーノ版なんや、はい、冷たくて。めっちゃ寒い。見せちゃった。でもなんか美味しそう、それ見た目も可愛いな、すごく。花びらみたいな、ね、うん、チャンネル登録してね。これ何ですか、花びら。え、みんなって生姜みたい、みたい新作出たらみんなって買ったりする。てめえはなんで食ってんだそれを飲み物だけじゃないんかいっていうね。ごめん、食べちゃってる、うん、お餅みたいですね、かわいいね、うん、新作とか出たりすると買うタイプ。俺絶対いかへん、うん、俺もだって今も新作頼んでへんもん、今普通のホットコーヒーがいいって言ったし、あとなんかすごいスタバの悪口になるけど、なんか並んでなかったらスタバのコーヒーは美味しいと思うねんけど、なんか並んで買うやつおるやん、それが俺ちょっと理解できひんねん。だって別にコンビニのコーヒーも美味しいで、同じぐらい、うん、コーヒーを買うのに並ぶというのがちょっと耐えられへん。あと高い値段が、コーヒーのくせに300円とかするやろ。ルノワールとかもっとありえへんな、800円とかするのにコーヒーで900円とか、まああれ席代もあるんやろうけどな、金持ちおっさんとかそういうとこで飲んでんねんコーヒー。俺はやっぱり200円ぐらいまでしか出せませんコーヒーには。100円の違いやないか。いや、みんなの好きなメニューは俺はまずホットコーヒーやねんけど、なんちゃらペチーノとかよく分からへんし、頼み方も分からへんし、なんかドヤ顔で作られる感じも耐えられへん。フラペチーノ美味しいよね、うん、うん、美味しい、美味しいのは知ってるけど、そんなん頼むようなやつにはなりたくないと思ってなんたらフラペチーノとか言いたくないねん、これって言ったらいい。それもちょっと、それで刺したのがキャラメルフラペチーノとかやったら恥ずかしい。何が好き？結構新作のフラペチーノは毎回頼むかもしれない。それによってそうやって巨乳が維持されてるってこと？そうなの？そうなの？私も買いに行こうかなじゃあ。だって結構カロリーじゃないフラペチーノって。いや結構やばい。毎回買うんや。まあ気分が乗った時は。まあだってファンにもらうんやろ、あのスタバカードとかな、言ってたもんな前、うん。スタバ側へお金払ったことないって言ってた、セリザーちゃん。言ってないです。違う人ごめん。違う人。グラス違う人。人混じってもった。うん、あ、でももらったりはしますよね。レースクイーンとかはすごいもらうらしい、ね、うん、あれレースクイーンじゃなかったっけ。まあ、レースクイーンもやってました。日本でどうですか。私好きなのはコーヒー&クリームラテかフラペチーノ。コーヒー&クリームっていうコーヒーのクリームのラテなんですけど、新作がなくなった後につなぎで出るやつ。ああ、でもいつもはないねや。そうね、レアなんですよ。そんな美味しいんやろ。でも美味しいね、ずっと出したらいいのにな、うん、そのほんと新作がなくならないと出ないから、しかも店舗によってそのなくなったりなくならなかったりと、もう新作があるうちに次の新作出ちゃう場合もあるから、そうなると巡り合えない。彼氏と、まあ、おるかおらんか知らんけど、もしできたとしてスタバ行った時もそれ頼むの、コーヒークリーム。あったらなんでコーヒークリームっていうの。コーヒークリームって言います。で彼氏は、え、何それって言ったら、コーヒークリームってウインナーじゃん。ウィンナーコーヒーみたいな。何ウィンナーコーヒーって、ソーセージが入ってんのコーヒーって思うやろ。クリームを浮かせてることがコーヒーのクリームになってるんだ。だから違うね、クリームの種類がコーヒーのクリームやね。それは普通のクリームがかかってんのやろ。今ウィンナー入ってんのかって言うたやのに、なんでそんな知ったか言ってんのよ。いや知ったんじゃないけど違いがあるらしい。みんなのアルバイト、あんたは何が好きなの。
めっちゃシンプル、普通にソイラテ。全然シンプルちゃうですけど。めっちゃシンプルです、ソイラテって。意識高い系が飲むやつ。あと、おっぱい大きくしたい女が飲むやつ。慣れてた？やっぱこれで。うん、どう？何が好き？私カフェラテ好きです。カフェラテ。あ、でもそれはいいね、なんか普通。ちょっと待って、私だってソイラテ。いや、あんたはソイラテやろ。こっちはカフェラテやろ。フェラが入るから。なんだって。カフェラテが好きやから。え、何が好き？カフェラテ。私はコーヒー飲めなくて。そう。何飲んでんの今？今はあの一緒の飲んでるし。え、それはええの？飲んでもって。ちょっとコーヒー入ってるやん。コーヒー入ってない。入ってるよ。ラテだから。コーヒー入ってる。バカ野郎。もう死ぬんじゃないのそれ。コーヒーが入ってるからラテやねん。そう。ほうじ茶ティーラテとかも。ほうじ茶ティーラテ。え、じゃあそれも結局コーヒーやんな。あ、違うのか。ティーラテやと違うのか。もうティーのラテになるのかな。カフェラテとカフェオレは何が違うの？牛乳の量。ミルクが多めなのか少なめじゃない？どっちが多い？ラテが多分ミルクが多めなのかな。コーヒーにミルクを入れるんか、ミルクにコーヒーを入れるんかみたいなことなのかな。そんな感じかな。あ、そう。興味ないもん。カフェオレもカフェラテも飲まないもん。ブラックでしか飲まない。ブラックを飲むやつは意識が高いとか思うやつもおるんやろ。美味しくないって言って。ブラック飲まへんらしいね。イタリアとか海外では。ブラックコーヒーっていうのはこう日本独自らしい。でもイタリアさ、あれじゃない？何やったっけ？エスプレッソ、うん、でもなんかエスプレッソもあのまま飲まんらしいで、めっちゃ砂糖入れたりするみたい。砂糖は、ブラックでっていうのは、ブラックで飲むのってイタリア人は言うらしい。知らんけど。知らんのかい。なほんまにこの動画で終わり？これ。OK です。何それ。いよいよこんな投げやりな。投げやりじゃないですよ。投げやりよ、こんなの。緻密な計算で練られたらあれですかね。何が緻密なの？いやもう終わりよ。これが締めよ。なんでこれで締めだと思わないの？いやだからそういう感じです。一